俺は夜中に探検するのが大好きだった。オフロードバイクで獣道を走り、崖から落ちたり灰寺を発見したりで楽しんでいた。その日、俺と友人はトラックにバイクを2台積み、ある場所を目指していた。数年前に見つけた場所だ。ただ詳しい場所は覚えていなかったが、一本道だから迷うはずはない。民宿街の外れにある空き地にトラックを止め、バイクで出発。車1台分しかない道を入っていくと、そのまま目的地までは分岐はおろか、待避するスペースすらない。荒れた道を15分ほど進むと、目の前に廃旅館が現れた。前回はここまででリタイアした。よし、もっと奥行って何か面白いもん見つけようぜと友人の K に言ったが、 K はアホか、前のリベンジじゃと、リュックからでかい水鉄砲を取り出し俺に渡すと、旅館の玄関まで続く階段をバイクで駆け上がっていく。俺も水鉄砲を服の中に入れ後に続く。水鉄砲の水どうするん、これ空やんと問うと、 K は水かけババアの水をつこうたらええねん、そこらにないがと水道をひねるが、やはり水は出ない。バイクで旅館の周囲や庭を荒らすようにぐるぐる回っていると、ポンプ式の井戸を見つけた。ダメ元でポンピングしてみると、赤ちゃけた水が出てきた。 K はやっぱり水は汚いのが一番やと嬉しそうに水鉄砲に入れていたが、俺が使う頃には綺麗な水になっていた。水を充填した俺たちは、以前水かけババアが出た場所に戻り、しばらく談笑していた。そのうちに K が何かに気づいた。俺も耳を澄ますと、パシッバシッと柄杓で水を叩きつける音が聞こえた。人ではない、幽霊なのか妖怪なのかは知らないが、 K のリベンジ相手、水かけババアが来たのだ。ぼんやりと消えりそうな姿で現れ、はよ帰りと言いながら水を打ちつけてくる。 K は前回これに食らったのだ。 K はほら消してまうのボケーと叫び、水鉄砲で応戦したが、すぐに目詰まりして撃沈。水かけババアははよ帰りと俺にも水を叩きつけて消えてしまった。水かけババアの水はかなり痛い。俺は腕が耳ずばれになっていたが、応戦していた K は顔がパンパンに腫れるほどだった。水かけババアは幽霊とか妖怪と違うんやと思う。俺はそう言いながら K に水鉄砲を食らわせた。